パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。4号戦車ターホーシンシリーズ第2弾はこれです。トライスター4号戦車 B 型。以前、トライスターのキットを紹介した時に、僕はこのメーカーがすごく好きで、はい、ちょっとひいき目にみたいなことを確か言ったはずなんですね。なんでなるべく冷静にやりたいなとは思ってます。はいはい、この後紹介するドラゴンのキットとともに、その僕が盛んに言う絶頂期っていうんですかね、プラモバブルとかっていう言われ方もしてますけど、いろんなメーカーがそのパーツのディティールとか、はい、細分化にこだわった時期に出たキットですよね。そういうわけなんで、当時の状況がどういうものだったのかなっていうのは理解していただければ嬉しいかなって感じです。早速では中見ていきましょう。まず組み立て説明図ですね。でもうご覧の通り、もうこの時点でぎっしり詰まってんですよね。はい、これはもう下部車体ですね。底板だけですね。クリアパーツ、これは車輪とサスペンションですね。車体のパーツですね。これも車体のパーツ。これも車体のパーツ。これは小物ですね。OVM とか。これはホート周りですね。これは車輪ですね。ほうとう、車輪とか一部細かいパーツ、これはなんだろう、履帯かな、サスペンションですね。履帯のパーツです。デカールトワイヤーとエッチングパーツです。パーツは以上です。組み立て説明図です。簡単な実証の解説が英語と日本語で書いてありますね。最初はパーツリストです。こうやって見ると、そんなにランナー数ないように見えるんですけど、かける3とか4がすごいいっぱいありますね。はい、天輪の組み立てからスタートですね。サスペンションも天輪も結構分割されてて、当然ゴムが分割されてます。で、下部車体の箱組み、さすがにこの大きさなんでガイドがありますよね。で、この辺は箱組みした車体下部写真にこういろいろパーツをつけて、天輪などをつけて、で上部車体ですね、これは前面走行ですね。はい、で車体にいろいろなものを取り付けていくと、この辺はこまごまとした工作で、フェンダーの内側のスプリングとかもちゃんとパーツがついてます。で車体を貼り合わせる。で後ろの方ですね、排気管とかこまごまとしたパーツを組み付けて、でここからは砲塔の組み立てですね。はい、
まあ、内部基部っていうんですかね、はい、機関部と外側で、この辺はキューボラーですね、はい、細かいパーツ、ハッチやらクラップやらつけて、で車体の工作は実はほぼこれで終わってて、こっからはあの OVM 類の細かい工作なんですよね、はい、エッチングパーツが結構使われてて、あのかなり詳細に解説されてます。これですね、はい、まあ4号戦車のミソみたいなところなんで、あのこう詳細に解説したのはすごくありがたいんですけど、まあ B に入り3位に渡ってって感じですかね、はい、で工作自体はこれで終了ですね、はい、残りはモノクロなんですけど一応塗装図になってます。カプ車体の底板ですね、はい、まあモルドっていうんですかね、ボルトの表現とか、はい、リベット、あとまあこういうところもきちんとされてます。あのいかんせんボーダーモデル直近でやってるんで、あのシャープさっていう点ではまあ残念ながらまあ一段劣るっていう感じなんですけど、まあ当時のものとしては十分ですよね。車体の外側のパーツです。上面とかサイド、リアとか、はい、いろいろ入ってますね、はい、これが下部車身の横のパーツですね、うん、でハッチとか一部消火器とかありますね、うん、これリアパネルですね。これはギアボックスの上の真正面ですね、はい、ここは横正面走行でリアで、上面部はフェンダーがもうちょっと一体になってるんですよね。あのボーダーモデルの、はい、車体も独特な文化でしたけど、まあ、これもこれでちょっと面白いですよね。こういう感じです、はい、フェンダーのモルドとかもまあきっちりされてるし、あのなんて言ったらいいのかな、あの模型っぽいっていうんですかね、はい、あのよく言いますよね、あのリアルに再現しちゃうとちょっと細かすぎちゃう、なんで模型映えするっていう、はい、もうまさしくそういう感じですよね。あの前回の38トン戦車もまあ確かそうだったと思います。音です。初期のこの出っ張りっていうんですかね、こういうところの表現とかもいいし、まあきっちりあの溶接ラインですかね、はい、あります。で何かのパーツが一緒にまあ成形されてますね。あのこうリベットやボルトで止められたところと、こういう溶接されてるところのこうバランスっていうんですかね、はい、すごくいい感じですね。車体のパーツですね、これはまあマットガードかな、はい、でこれは基部ですね、ユドリンの同軸機銃、点検パネル類、あとフロントの前面がもう一個ついてますね。これはフェンダーの一部ですね、滑り止めの加工がされてます。これがリアのマットガードかな。でこれが4号戦車の特徴のあの上面後部のこうフィンのついてるところですね、はい、通気口みたいなやつ、細かいフックとか、はい、これはあれだな、フェンダーの内側のパーツでしょ、多分きっちりモールドありますね。このランナーも主に外側につくパーツですね、うん、これはあのさっきと言ったフェンダーの一部ですね、はい、これはどっかの点検パネルかな、この辺もそうですね。これはまあ手法補充、
で、これ例の車体の後ろ側の横のフィン、もう一組ですね。これはオート側面のハッチかな。これ手法基部、うん、スライド金型をこう適宜使って、こういうものとか、まあ一体形成されてますね。これはあれかな、手法の下につくガイドかな。これはホート周りですね。まあこの辺はキューポラですね。側面のハッチとか正面走行、これさっき同じのありましたね。アクセス周り、まあクラッペ、これはどこだろう、脇につくリングだな。この辺はまあ内部のパーツですね。まあ機関、手法の機関部ですね。うん。で、まあこの辺が基部がもうワンセット。うん。うん。これも手法の基部のパーツですね。これはもうオーブンウィームズとシャーターにつく細かいパーツ類ですね。はい。まあご覧の通り、クランプはついてないんで、エッチングパーツで工作ですね。多分オーブンはもう他についてないんで、エッチングの作業はもうマストかな。これはアンテナと、この辺のやつはサイレンとか初期型につく細かいパーツですね。シャックルとかで、これはジャッキ台ですか。ジャッキ台箱組みなんですね。うん。で、これはジャッキですね。牽引ロープ、当然ながら穴開いてますね。はい。これはユードリンとその他、まあ、なんか細かいパーツ類、同じ欄の中2枚あります。まあ、ユードリンですね。気づいた方はね、おられるんじゃないかと思うんですけど、これ、ゲートがすごい細い。で、こっちは太いと。削って、面をきれいに出さなきゃいけないところっていうんですかね、こういうところはゲートが小さいですね。うん、これはすごいことですよ。はい。で、これはもうリターンローラーのゴムですね。字が刻印されてます。これは車体下部の正面ですね。はい。で、この細長いやつはギアボックスとかの点検パネルですよね。はい。上はクラッペ類と。まあなんか細かいパーツがいっぱいで、似たような欄がなんかいっぱいついてるんですよね。まず目についたのはこのパーツ類っていうんですかね、これが全部でまあ5セット入ってるわけですよ。で、まあ下のはこれはもう多分カブシャシーのガイドなんで、これは一体何かなって思ってたんですけど、さっきはね、こう、車軸みたいなことを言ったんですけど、これよく見ると、先っちょに細かいパーツがいっぱいついてるんですよ。これ見えますかね？こう、ちっちゃい穴が開いてたりとか、まあなんかの服なんですよね。はい。こう、細かいボルトみたいなものとか、まあまあ、説明図よく見ればどういうものかはまあちゃんとわかるんですけど、こういうものをいっぱいつけてるんで、エッチングパーツつけない代わりにこういう細かいパーツを削ってつけろってことですね。はい。このキット結構古いっていうか、まあ多分10年ぐらい前にはもう出てたんで、こういうものを成形してたってことですね。はい。はい、これもこのパーツの型割れで、まあ点検パネルだ、クラッペだ、細かいフックだ、なんだかんだ、はい、いっぱいついてますね。このパーツもさっき見せた上の部分と同じですね。はい。これは2セットあるってことですね。はい。まあ点検パネルがついてるんで、まあ片側ずつってことですね。これ見えますかね。溶接されてるんですね、これね、ここ。いやー、初めて知りました。ボルトだと思ってました。リベットか。これはサスペンションと一部の天輪ですね。スプロケットとか、はい、同じパーツが同じ欄の中2枚あります。はい、気取りです。いやー、まあシャープですね。うん、
まあすごいですよ。はい。でこれは誘導輪で、もう外周と中ともう4分割ですよね。はい。普通はまあ表裏っていうんですかね、2分割です。でこれは気取りの器具ですね。こういうところですね、ボルトとナットがきちんと表現されてます。こういうパーツは上からこうやって六角ボルトで止まってるんですけど、こういうところっていうのは植わってるボルトに上からナットで止めてるんで、そういうところの表現がきっちり分かれてます。でこれはまあ板バネですよね。でカバー類とこれがピボットっていうんですかね、基部かな。はい。いやー細かく分かれてますね。まあ知ってましたけど、はい。はい、こういうことです。天輪のパーツです。同じランナーが3枚あります。天輪のアップです。もう表現力っていうんですかね、もう再現っていうんですか、まあ、素晴らしいし、もうご覧の通りゴムがついてないです。はい。こいつがゴムですね。はい。これリターンローラーと、こう脇とか上につくやつ、これはホイールキャップかな。はい。裏側見ましょうか。ちっこい方はもうリターンローラーの表側ですね。ゴムに、はい、字がちゃんと書いてあります。でこれが分割された天輪の外周部のゴム、見えますかね。はい、字が刻印されてます。まあ当時はドラゴンもトライスターもこういうの当たり前にやってたんですけど、まあさすがにここまではなかなかやるメーカーはなくて、はい、もう天輪組むだけで、はい、どんだけ時間取られるんだっていう感じでしたね。はい。履帯のランナーです。同じランナーが3枚あります。履帯です。まあバラバラですよね。はい。当然削るわけで、小さいパーツなんでゲートがそんなにちっちゃくないんですよね。まあ取れちゃうんでしょうがない。あと表面ですね。ちょっとまあこの拡大率では何とも言えないんですけど、鋳造品らしい、はい、表面処理されてますね。裏側見ましょうか。裏側です。まあ内側か。当然表面鋳造品みたいな肌ですし、押し出しピンの跡ももちろんない。でセンターガイドも抜けてます。きっちりクリアパーツです。まあ、ペリスコープとライトのレンズのみですね。金属線です。マニュアルには銅製って記述だったんですけど、まあどう見てもステンレスですね。はい。より線ですね。デカールです。まあ大戦初期の車両のものなんで、十字とか字がまあ全般に細めで、あとまあ下に印刷してあるメーカーが書いてあるんですけど、カルトグラフです。はい。こういうとこ金かけるんですよね、トライスターって。エッチングパーツです。まあ見た感じ、もう左側の上はほぼほぼクランプ。で、車体につく、まあ目立つパーツが下で、あとはもうチェーンですね。後部につくスモークキャンドルの、キャップを止めてるチェーンですね。はい。パーツの紹介は以上です。総評です。まあご覧になった方どうでしたって感じです。今回僕は勤めて意識したのは、まあ冒頭でトライスター大好きで、まあひいき目っていうか、まあひいきしてるんですけど、そういう感じで捉えてるメーカーなんで、パーツですよね。まあ中の紹介は勤めてこう自分のこう感情とか意見とかあまり出さないで、パーツをまあよく見てほしいなって思いました。当時まあトライスターという会社がまあどういうことをまあ考えて、どういうふうにアプローチして、どういうものを作ったかっていうのをまあ見ていただきたかったっていうのがまあ正直なところですかね。はい。もちろんこの後ドラゴンもやりますんで、こう両社の当時のこう
姿勢っていうんですかね、目指すところはまあ多分あの同じようなとこだった気がするんですけど、あの取り組みが全然違うんで、あのそういう意味であのこのトライスターっていう会社、あのまあ正直4号線車はねずっとやりたいって言ってましたけど、まあ、僕はこれをまあレビューしたかったっていうのもあるんですね、はい、当時手に入れた時はもう本当にびっくりして、まあゴムが分かれてて字が書いてあったりとか、まあそういうのはあの雑誌の記事とかでドラゴンとか作ってるライターの方の記事見ればまあ分かったんですけど、あのこういうキットがあったんだっていうのはもう本当に驚きでした。で当時はもうあのバブリーな時っていうのはあの金属パーツとかがもうこういっぱいついてて、金属方針エッチングパーツ当たり前みたいな中で、ここの会社はまあエッチングパーツはまあご覧の通りあれしかないわけですよ。で極力プラで成形するっていう、そのこのなんていうんですか、今のそのトレンドですか、もちろんその金型のその作る技術とか精度はもう全然今のがいいわけで、今の技術でまああれやったらまあすごいものできるなって気はもちろんしちゃうんですけど、当時そういうことをまあ10年ぐらい先取りして目指してたんだなって今にしてもう明らかに思いました。もうとにかくプラで成形、プラで成形で、まあ前回のあのレビューでやった通り、まあ、分割できるとこはもう分割しちゃう、もう車体バラバラ、はい、砲塔バラバラみたいな感じでしたけど、まあ砲塔はバラバラっていうほどではなかったですね、はい、まあそういうあのキットだったんで、こう今にして思うとこう改めて並べてみると異色なキットだったなっていう気はします。はい、残念ながらもうトライスターはあの会社自体がなくて、作ったものはまあ前にも言った通りホビーボスが再販をしてくれてるんですが、トライスターとしての新規の設計のキットはもうないわけなんで、まあ、そういう意味ではまあすごい僕的には貴重なキットの一つだなって思ってますよね。はい、まあよく言うんですけど、そのこう選べるっていうんですかね、いっぱいあって選択の幅があるっていうのは、まあ、すごく楽しいことですけど、こういう、なんていうんですか、こういうキットで苦労するっていうんですか、はい、ドラゴンのマジックトラックで萎えたとか僕前言いましたけど、このキットは箱を開けてパーツチェックした段階でもうその時点でちょっとひるんだ記憶がありますから、はい、こういうの時間かけて一生懸命組むのもまあ一つの楽しみかなっていう気がしますよね。はい、トライスターはまあ他にもこう実はまあいくつか持ってて、まあ全部こういう感じなんで、はい、まあいずれいろいろまあ紹介できると思うんで、まあ面白いなとか興味湧いた人はまあそういったレビュー見てもらったり、実際買って、はい、体感してもらえるといいですかね。はいはい、はい、今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。